吉田さん、菅原大吉さんですか。そうそう、この方ね、脇役としてはね、いろんなところですごくいい役をやるんですよ。時にはかっこいい役、時にはちょっと落ちこぼれの役、どんな役でもこなす、まあ、本当にね、Vシネには絶対必要な脇役さんだと思います。どんな役もこなすおじさんです。で、今回ね、まあ最後にはちょっとお母さんと一緒に心中してしまう役なんですけども、どの場面切り取っても非常に生きることに前向きで一生懸命で、でも時代にその不器用さがこぼれていく。でも心根はすごくね、優しくって誠実なんですよね。だからこそなんかこう、世の中の矛盾というか、要領よく、なんか途中で、あれでしょ、貧困ビジネスで稼いでる長髪のメガネのやついるじゃないですか。あんなんポン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 100万200万稼いでるわけですよね。だからもう時代ですよね。世の中ですよね。結局、楽して人生を謳歌する者もいれば、正直者がバカを見てるところもあって、そのギャップがなんか私たち視聴者の胸をえぐるじゃないですか。本当になんかね、なんてやるせないっていうかね、この人になんかいいことあればいいのになと思って、最後にいいことがちょびっとあるんだけども、ちょっと前後して、結局は、借金取りかね、アパートに行って、金届けに来たけどいねえや、みたいな感じで。それで同じ時間に、その河原で心中してるっていうね。で、なんかこう、靴脱いで、靴下でこう、浜辺をお母さんもおんぶして歩くじゃないですか。で、遠くで、こう、お母さんをね、絞め殺す演技があるんですけども、そこもなんか、ちょうど音声が聞こえないような、遠くから見てるようなシーンで、もう何もかもすごいですね。でも、こんな世の中があっちゃいけないっていうのと、こういう人を一人でも減らすために、私たちがビジネスを提供する側としているんだろうなと思いますね。ただね、やっぱりね、無料で教えてくれって人に対しては、ちょっとなかなかもう手出しができないですよね。なんか頑張る、まだ間に合う人のために私たちはいるのかなと。だから本当に手遅れになっちゃった人って政治が救うしかないんで、そのためにはもう一つのメインチャンネルね、黒幕の方が役に立てばなと思っております。いってらっしゃい。